はい、今日も宝の地図占いやっていきましょう。はい、決まると楽しいんだけどめっちゃ長いんで、どんな冒険になるか、明日からはアグロでいきたい。準備はいい？それじゃ始めるわ。3で言うか。さあ勝負だ。ないね、こういう時はテンション上げが先がいいか。どれにしましょう。なんだろうね、ただのナインとは思えないんだよね。回したってことは連携でもない。運命を切り開くわよ。何型だろう。私のターンですね。レックか、やっぱりレック型なのか。でもちょっと単純なレック型だと今あんまり勝てないんで、何が来るかはちょっと楽しみである。いいね、これはね、どれにしましょう。これはね、ラプソンがいいと思う。アグロってことか。もうできることはなさそうです。前ね、僕会ったのがね、ナイン型のミレイユがいて、びっくりしちゃって、何したかっていうと、こうカード枚数引いて、めっちゃこう小さいやつをバラバラバラって出して、いきなりこういう感じで出して、いきなり恋人を使ってきた。びっくりした。しかもなんだっけ、次のターン両方発動するみたいなやつを使って恋人を使ってきた。すげえ強い。無視するんだ。強いな。私のターンですね。まあ、こいつは絶対殺さないといけないから、昔だったらセクシービームでいいんだけど。なんで1点はここに与えないといけない。ハニオさんに耐えてもらいましょうか。ちょっとでっかいやつが出てくるとめんどくさいんだよな。全体1点って感じになるか。しかしこっちを先出したいな。していられませんね。回すか。したらいいか。癒しの波動。さてどうしようかしら。タロットコンバートあたり取られるだろうが、まあいいかなという感じか。それだとますますこのアクソンが取れないと思うが。さあ運命を切り開くわよ。引けるな。あー、そっちで行くか。外れろ。よし、外れた。あー、でも外れたけど強いな。
倒さないが正解のような気もしないよね。何が来るでしょうか。ここは耐えた方がいいかな。死んで倒してだと逆に倒されちゃうからな。あえてここは境界を狙わずに耐えよう。はあ、あえて死なない。さあ私のターン。その HP の4のやつを残しておくっていう。小さいの出てくるかな。セティアいいね、セティアいいね。私だけで助けられるかな。うん、絶対に助ける。グズグズしていられませんね。はあ、まあ、十分働いたかな。ウドラアクバーと行く。行くわよ。全体4点とあとサイコロンがどうなるかだね、これ。とりあえず回復はしといた方がいいな。で、またタロットコンバート打たないとこれきついっしょ。感じる。やめた。やめたね、向こうは。次全体4点打つつもりでいるだろう。それで、もしかするとウドラーが全勝利されるときついな。ああ、そうだね。結構重いはずなんだよね。耐えられるか。こいつをどうするかな。まあ、いいか。とりあえずやっつけておいて回復しよう。はー、癒しの波動。あとアクバーが決まるかどうかだな。さあ私のターンね。さあ全体4点やりたいが、こいつが邪魔。アクバー出したらね、たぶんアクバー6点、あーでも4コス66、あ、65になったんだ。だからこれが取れないんだよね。そう、ダメだから、取れないんだよ。そう、それをどうするかっつう問題がある。取れるやついるか、1点出るか、全体4点打っちゃうか、打たない。じゃあこっちに勝機があるぞ。さあ運命を切り開くわよ。いいね。5点、6点出ないっていうのがすごくいいね。これは
これは悪魔出してこれを殺しに行き、そうするとこれまた復活するからいい感じでは、まあそれで行ってみようか。あえてこっち残しとくって言ってもあれか。失敗するパターンかこれ。そうだな、残しとく。グズグズしていられませんね。任せてください。やばい、やばい、復活しなくなっちゃった。もうできることはなさそうです。さあ、行くわよ。悪魔取れないと思うんだよね。切り裂いて。それ打たないとしけない。しかし、大人が復活する。ああ、3点当たるんだ。でかい。切り裂いて。あとね、これめっちゃと引いて残り5枚にして、なんだっけ、サンコスのこれサイコン打つつもりか。めっちゃ引いてサンコス、じゃあサンコス救急のなんだっけ、なんとか仁王立ち、うまいな。救急の仁王立ちのやつを出すっていうやつがいたんだよね。復活しない？これもしかすると。いやー、ねえな。あとはサイコロン2体に耐えられればってことか。ということはあえて自称するか。それもありだな。これ置いてから考えよう。何が来るでしょうか。これいいね。これ今回復できる。これ3で、よしよしよし。癒しの波動、グズグズしていられませんね。いた。何が来るでしょうか。水脈で回復しまくるしかない。はあ、もう行動していたようです。殴った。どうだ、サイコロン攻撃に耐えられるか。ああ、イーブライズなくなった。ヘルバトラーがいたか。あ、あいつ消滅だから出てこないんだ。しまったー、強えなー。私のターンですね。さて耐えられるか。お、教会はいいんじゃないか。教会いいけど、この6点はな。悪魔かなんか出てくるでしょう。
6、7、8、9、10、11、12。サイコロン一体なくなった。でもサイコロンありそう。20耐えられるかな。ちょっとザキだな。待ってる、こうして。グズグズしていられませんね。ミラクルサード行きます。はっ、奏でましょう疾風の旋律を。はっ、癒しの波動。どうだ、もうできることはなさそうだ。にまた回復するし、デッキが尽きちゃったわ。はあ。さあ、サイコの一体なくなってるからな。って、あいて。25点は出ないでしょ。ああ、そういうやつ。うわあ、そんな手がまだ残ってたか。これは想定外だな。グラコスが殺せない。どれにしましょう。あー、殺せるやつが来た。これはちょっと嬉しい。これで最後です。これの何が出てくるかだな。これで、あれだったら負ける。ウドラアクバ。よし、よくやった。さあ、私のターン。まあサイコロンが出てくるだろう。ホステイル。この出会いは意外だ。悪魔倒さないときついか、殴らないときついのも確か。いや、グラコス殺せたのがでかかったな。ゼーニャ、行きます。誰か殺した方がいいかな。回復してからだ。いや、殴ってからだ。これか、マドルーパーは殺せない。癒しの波動。ミラクルサード、それ。さあ、でっかいやつ出てくるよ。もうできることはなさそうです。アクバ、アクバ、アクバ、アクバ。サイコロもないはずだが、多分負けないと思うけど。いや、久しぶりかな。これで何を引いたかによるね。まさか逆転の兆しとか。うわー、強い。弱かった。殺したところで、アクバーアクバーを一体どうしたらいいかっていう話だね。あと1枚なんだ、隠し持ってるやつは。ああ、復
活するんだ。強い。強い。2体復活するんだ。悪魔悪魔だと。これは楽しい。毎ターンホステイルがなんか引くのがちょっと問題だよね、これ。これで終わりかな。悩むわね。どれにしましょう。ゴッドライダーで悪夢を見せてあげよう。まずこれを殺し、任せてください。弱くなったな。弱くなったな、ミニア。カード引きすぎて、イーブライズが1枚消えたのが良かったね。教会で勝ったこの気持ちよさ、たまらんの。さて、もう一個見ましょうかね。勝った試合。本当はね、10連敗してようやく1回勝ったっていうぐらいなんですよ。めっちゃ弱い。これは武闘家に勝った。武闘家ね、あれなんだっけ、伝説の勇者型がめちゃくちゃ強いんだよね。それに対してどう立ち回ったかという試合ですね。この勝負受けて立つわ。ベロニカお姉様、見ていてくださいね。結構頑張って立ち回らないと勝てない。セーニャ、行きます。急所付きはいい仕事するんだよね。こう邪魔なサンディじゃない、サンチョをやっつけてくれる。それさあ、伝説の勇者型だと最初に殴って顔を詰めていかないとどうしようもない。燃えてきたわ。私のターンですね。おお、これいいとこで出てくるな。これはこれは嬉しい。見た目やることがなかったのに。さあ来た勇者。まず冒険者カード引く。行きます。どんぐりもいいよ。何が来るでしょうか。はあ、この1点を使うかどうかは難しいところだね。どんぐりビビ出してしまうっていうのもちょっとないこともない、ね、冒険者さん。これ入れてるの珍しいかな。まあ、いないような気もしないでもないが。これ、あえて倒さない方が僕いいんじゃないかなと今読みました。ああ、これ、トップの世界入れてるのもすごい珍しいよね。ってことは、手札が結構ばらけてるから、冒険者少ないタイプじゃないかなっていう気がするよね。もっとめっちゃ冒険者入れるイメージがある。ここに打ってもよかったんだけど、相手が次ユニット出しづらいように、あえて打たずに顔を詰める。魂に強いな。そう、こういうことになって、これは倒せないってなったところを、それを残しておいて、残しておいたおかげでなんとか倒せるとなると。優勝好きも効かねえつい。どれにしましょう。いいやつが出た。これボールかちょっときつかったな。これ倒さず残しておいたからこう2点が入る。クライナミラクルサード、はい。ほんと神も仏もありゃしないよ。いい流れではある。
次ウドラー出せるし、それで勝負できる。アモス。私の力はきっと皆さんのお役に立つはず。これはさすがに無理だから、急所好きかザキか。急所好きは効くねこれ。結構嬉しい。ザキにした。急所好きだとコストが余るからってことか。今のうちに重いザキを使っておこうっていう感じ。まあこれ以上でかいやつ出てこない。ほとんどのやつは急所好きで倒せる。これ長引けば長引くほどクリフト行ったり来たりを繰り返されちゃうんだよね。こいつ先制時だから殴れない。ここでね、こんなことに、こんな処理に時間を使っている場合じゃないんだよね。これどうせこっちこう殴ってくるんだから、このクリフトにお任せください。効かないねこれ。どうか我らに力を。で戻す。上な。でこれで殴りづらい。アクバーでいけば復活するからいいだろうということでした。で前に置く。さあ行くわよ。これ急所好きが効く。さて問題はこれか。でもまだ結構向こう遅いけど、こっちでこうして殺したとしてもこっちに容赦しないわ。それ殴る。これどうなんだ、復活するんか。ああ消滅しちゃうんだ、もったいないな。覚悟しなさい。しかし、どれにしましょう。ミドルラッシュからの、なるほど、ニードルラッシュ。もう急所付きもいけたんだけど、ニードルラッシュの方が、ニードルラッシュだと相手が確定できないんで。ああ出た、クリフト戦略。この武器持ってるのは何なんだろうね。攻撃型でもあるってことだけど、攻撃は無視だよね。おたけびこっちに使われる方が辛かったなって僕は思うんだけど。私のターンですね。ちょっとでかいやつを出しとけば結構苦しいんじゃないですか。クリフトさんでもっていう感じ。いくら毎ターンやったとしても苦しいでしょう。さああと1回使うとでも15、あと4回冒険者出せば向こうは成立する。クリフトあなたに神のご加護。これ567だからね、マイナス2だからね、マイナス2だから辛いでしょう。その場合はね戻す。マイナス2だったとしても3、4、5で、あ2回使う。クリフトにお任せください。コスト4マイナス4、さらにイザヤール強い。あでもこれでもうクリフト使い回しができなくなるから、それが天使だ。甘いな、そんな時のために急所付きを残しておいたんだよ。マルチェロでもいい。ナイス、マルチェロプラス急所付きでもうクリフト使い回しできないとすると、あとはあと1回使うと、あと1回使うとコストが10に減るから、ああこれ僕は勝ちを確信したんだが、これでもう体力防げないだろうと思ったんだけど、フェイスボール持ってんのかよって感じ。フェイスボール2枚出されたらちょっと終わってたな。マルチタなんかあるんかい。しかし、これが効いてる。これが効いてる。ロンダルキアがめっちゃ効いてる。これはすごいね。ロンダルキア。岩石落とし。ゼロコス。何これ。この武器。
何じゃこれ。7コースだろ、本当は。敵1体に3ダメージ、カード1枚いく。味方ヒーローのレベル数分コストマイナス1。0コースで3ダメ打ったんだ。燃えなさい。1体でもやっつければって感じだよ。立っていられるかしら。